8月29日付お手紙ありがたく拝聴いたしました。あなたはいよいよお元気なようで実に何よりです。私もおかげでだいぶ治ってはおりますが、なかなかもうまたい健康は得られそうもありませんけれども、とにかく人並みに机に座ってキレキレながら7、8時間は何かしていられるようになりました。わずかばかりの才能とか器量とか身分とか財産とかいうものが何か自分の体についたものででもあるかと思い、今にどこからか自分をいわゆる社会の高みへ引き上げに来るものがあるように思い、あなたは賢いし、こういう誤りはなさらないでしょうが、時代が時代ですから十分にご戒心ください。今の生活を大切にお守りください。上の空でなしにしっかり落ち着いて、一時の感激や興奮を避け、楽しめるものは楽しみ、
ろいろ生意気なことを書きました。病苦に免じて許してください。それでも今年は心配したようでなしに、作も良くて実にお互い心強いではありませんか。また書きます。